2023年1月15日、アメリカ海軍の作戦部長を務めるマイケル・ギルディ氏がある会合において、日本の今後の原子力潜水艦の建造について触れ、それは政治財政的に国家レベルの支援が必要だと述べたというよ。この発言はアメリカ海軍研究所が抱えているメディアである USNI ニュースが報じたもので、額面通りにその言葉を受け取るならば、日本がすでに原子力潜水艦の保有を実行に移そうとしているように聞こえてしまうよね。日本という国がそれを作るには色々と課題がつきまとうよね。そうだね。さて今回はそんな日本の海上自衛隊における原子力潜水艦の保有について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現状では2022年12月の閣議決定で安保関連3文書改定の上、承認したことで防衛費の大幅な増額、つまり2023年度からの5年間の累計でおよそ43兆円、対 GDP 比で 2% の達成は数値目標としては掲げられてはいるんだ。その中では長距離攻撃が可能で、かつては敵基地攻撃能力と呼ばれていた分野の兵器を反撃能力と位置づけ、それらを実行する手段として複数のスタンドオフミサイルの開発と調達を打ち出した状態だね。そのため少なくとも日本の海上自衛隊の原子力潜水艦の保有が公に示されたことはこれまでにもないが、アメリカ海軍の要職にある人物がこうした発言を行うということには、何らかの意図が働いているのかもしれないね。マイケル・ギルディ氏は続けて、一昨年の2021年9月にオーストラリアとアメリカとイギリスとが急遽締結を行った、軍事同盟オーカスの件に触れ、それによりオーストラリアが原子力潜水艦の保有に踏み出したことを挙げているよ。このオーストラリアの決断と同じ方向性で、マイケル・ギルディ氏は日本の海上自衛隊が、原子力潜水艦の保有という選択を行う可能性を問いたものとみられ、今後どのように受け取られるのかが注目されるね。今のところ個人的にニュースなどを確認している中では、この発言に対する日本側の意思表示は確認できていないけど、韓国の中央日報はこの件を報道し、しかも日本の原子力潜水艦の保有を歓迎するかのようなニュアンスを示しているんだ。これは多分、韓国自体が原子力潜水艦の保有を目指している事実に照らして、そうした行いに対してアメリカからの了承を得やすくなるとの思惑があるのだと見て取れるんだけど、いつもの日本の軍備拡張に対する態度とは好対照な点は興味深いよね。しかし同時にこの2023年1月10日から開始されたアメリカ海軍協会の年次の総会においては、大西洋方面を担当しているダリル・コードル大将が予定の10隻に4隻も潜水艦が足りないと発言しており、アメリカの現状を嘆いているよ。アメリカ海軍では最新鋭の攻撃型原子力潜水艦である、バージニア級を、近年も年間2隻のペースで発注を行っているにもかかわらず、また年間で10隻が予定されている大規模なメンテナンスも滞っているとされているからね。こうしたアメリカ海軍の原子力潜水艦をめぐる計画の遅延は、新型コロナウイルスの問題などで表面化していたことに加え、昨年から始まり今も続くロシア・ウクライナ戦争の影響も大きく、深刻な問題に発展しているみたい。アメリカが自国海軍に対しても原子力潜水艦の予定通りの新規建造やメンテナンスが進んでいない現状は、先のオーカスの締結に基づきオーストラリアにバージニア級を融通すると見られた動きにも影響を与えるだろうね。オーストラリア海軍の攻撃型原子力潜水艦の件については、アメリカらならばバージニア級、イギリスからならばアスチュート級が候補とされてきたけど、イギリスの余力はアメリカ以上にないと考えられてきたんだ。そのため本命はアメリカからのバージニア級と目され、新造分数隻と残りはオーストラリア国内で建造する体制を整え、自国建造する方法が有力視されてきたけど、ここに来てかなりこの動きに陰りが見えている感は否めないよ。アメリカでオーストラリア向けのバージニア級の新造が厳しい場合には、アメリカ海軍で運用中の既存の艦艇から供出する案も聞こえてはいたが、この場合潜水艦自体の総数は変わらないため、アメリカにとって利点がないとも言われているね。結局のところオーストラリアは、
原子力潜水艦の保有を打ち出しては見たものの、既存の通常動力型潜水艦であるコリンズ96隻に対し、延命措置としての近代化改修を施しつつ、次の手を模索する必要に迫られているよ。さて肝心の日本だけど、オーストラリアと最も異なる点は、原子力発電所という設備を設置維持できる技術的な能力は保持している部分であり、潜水艦用の原子炉の開発についてもその素地は備えているとは思われるよ。そのため潜水艦に搭載するための原子炉の開発には、原子力発電所とはまた異なる労力とノウハウが必要となることは間違いないが、技術的な基盤を国内で抱えているという点においては、オーストラリアよりも分があるだろうね。技術的には実現可能ってわけだね。現在の日本の海上自衛隊における潜水艦は、通常動力型のみの攻撃型に限定はされるものの、親潮型9隻、双竜型12隻、太平型1隻が実戦配備されており、中期防衛力整備計画で目指した22隻体制を充足しているんだ。例えばイギリス海軍であれば攻撃型潜水艦も全て原子力潜水艦で統一しているものの、トラファルガー91隻と最新鋭のアスチュート9が6隻の合計7隻の保有にとどまり、数の面では日本よりもはるかに少ないね。これはフランスでも同様であり、同国も攻撃型潜水艦は原子力推進のみだけど、収益中であるのは指9が6隻、最新型のシフラン級がようやく昨年2022年6月に収益、イギリスと同様に7隻の体制を構築しているよ。日本の場合、四方を広い領海で囲まれてはいるものの最大の仮想敵国である、中国ロシア北朝鮮とは比較的近距離にあり、通常動力型よりもはるかに行動半径や連続潜航時間が長大で、速度も速い原子力潜水艦の特性が必須かは考える必要はあるね。何より海上自衛隊の潜水艦の場合、現行の最新鋭の太平型でも建造費は上昇しているとはいえ、1隻あたり未だ800億円ほどで建造できているが、原子力潜水艦となれば建造費は確実に一桁は上昇するね。それを考慮するならば、確かにほとんど浮上する必要がなく、数ヶ月にわたって作戦行動に従事することが可能な原子力潜水艦は制限が少なく、運用の幅は広がることは事実だが適正な費用対効果があるか否かは検討すべきだろうね。純粋に軍事的な観点からは日本が攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきかどうかは、議論と検討を深めていく必要性があると思えるけど、政治的に今の既存の政党がいかにこれを捉えているのかについても触れてみるよ。2022年6月に翌月の参議議員選挙前にフジテレビ系列の番組において、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党、令和新選組、社民党、NHK 党の9党の党首が参加した討論が行われたんだ。ここで番組側から日本は今後原子力潜水艦を保有すべきかどうかという質問が投げかけられたけど、それに賛同の意を示したのは日本維新の会、国民民主党、NHK 党の3党であり、与党の自民党や公明党は慎重な姿勢を崩さなかったみたい。逆にはっきりと日本の原子力潜水艦の保有に反対の意を示したのは、立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党の4党であり、その姿勢はあえて聞くまでもなく最初から予想できたというのが偽らざる心境だよね。2022年の参議院議員選挙の結果を挙げるまでもなく、これら立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党ら4党が民主主義に照らして、日本の大多数の国民に支持を得ていないことは明白で、今後も状況が変わることはないだろうね。与党である自民党は日本が原子力潜水艦を導入することになれば膨大なコストが必要と答え、施策として必ずしも優先順位が高いものとは言えないとの見解で、公明党も費用的にも現実的ではないと答えているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。